つったかな。はい、はい、どうも、どうも、こんばんは、松本ゆうきです。前回から約1ヶ月ぐらい、多分丸1ヶ月ぐらい空いてしまったと思うんですけれども、はい、どうぞ、本日もよろしくお願いいたします。はい。はい、ということでですね、今日は久方ですね、はい。今日は久しぶりの放送なんです。久しぶりすぎて、ちょっとまあ、もうプロツアーが終わったのが、まあ、プロツアーっていうか、まあ、メシックチャンピオンシップ4が終わったのが、もう、ほぼ1ヶ月前なんですけど、いつだっけあったの？もう全然覚えてねえや。7月末とかかな、もしかして。まあ、そのぐらいにあったものの、まあ、思い出話ですね。まあ、使ったデッキとか、まあ、幸いにもね、まだモダンシーズンなんで、まあ、モダン話もまあね、意味あるかなとは思うんで、まあ、モダン話若干したりとか、4月の27、28なんで、まあ、本当に1ヶ月ぐらいですね。とか、あとは、レガシーですね。エターナルウィークエンドっていうのが、おととい、昨日とありまして、あ、どうも、和骨です。赤、黒、緑、これだな。はい。まあ、私は、このデッキを使いまして、4-3 ドロップですね、まあ。めちゃめちゃ微妙な結果で終わったんですけど、まあ一応ね、僕もね、まあ好みがまあ8割ぐらいなんですけど、まあ2割はね、一応ちゃんと理屈を作って、いろいろ考えて持ってきたデッキなんですね。はい、まあその辺の話とかをして、みたいな感じで考えております。はい、ちなみになんかね、MC 話、ミシックチャンピオン話は、なんかね、この、もう、こんな感じで、写真めっちゃ撮ってあるんで、それをなんかね、見ながら振り返りたいな、みたいなこと思ってるんですよね。これ、なんかね、これ、サグラダ・ファミリア、これ。これがね、すごかったんですよね。つって、バルセロナって、ほら、まあ、いろんな、ね、こういうものがあるとは思うんですけど、ああそうですね。まあ、ほぼ観光写真ですね。まあ、中でもこのサグラダ・ファミリアは、まあ、多分めちゃめちゃ有名なんじゃないかなっていう。まあ、多分名前ぐらいは知ってるだろうみたいな感じですよね。まあ、そこをね、観光した写真いっぱいあったりとか、あとは、あ、これ内部ですね、これ。めっちゃおるな。あ、これスキポール空港ですね。いやー、この時はね、もう、これ空港から出てるところなんですけど、これ空港って本来は出なかったんですよね。乗り継ぎなんで空港内を移動してバルセロナに着くはずが、まあ、空港から出ないと着きようがないということになってしまったんで、もう一回、まあ、出国じゃないですけどね。まあ、もう EU に入ってるんで、入国？うん。まあ、EU に入ってるから、まあまあ、そこの手続きは全くないんですけど、オランダから出て、オランダの市街で一晩を過ごし、これはあれだな、まあ、もうスペインだな。みたいな感じですね。観光写真が無限にあって、あ、ね、ここら辺だな。アムステルダム。そう、こことかね、あれ？どこだ？スチューデントホテルっていうのがね、あるんだけど、アムステル市街。ステルダム、オランダ、オランダ、あ、どうもどうも、こんばんは。バルセロナばっかり、あ、まさか、あれ、落としてないかも。まあ、なんか、うん、まあ、観光もしたけどね、みたいな感じ。ここはね、まあ、その、アムステルダムの市街ですね。ここにスーパー行ったんですよね。この、まあ、ここはね、この辺に、あれがあったんですよ。ホテルがあって、ウィーって来て、ここにスーパーがあって、スーパーに行く途中の画像ですね。なんか自転車専用の表紙があるんだな、みたいな。あ、サインイルドモラス、どうも、当選おめでとうございます。はい、なんか、オムラス、なんかでいいのかな、ちょっとね、不安だったんですけど、喜んでいただけたならもう何よりですね。はい。ちなみに、オムラスっていうのはあれですね、これは先々週ぐらい、確か、に、浜屋
の浜さんと、まあ、あの友人の小島さんっていう人がいるんですけど、その小島軍団っていうね、通称は、まあ、あのチームで対戦をしたっていう感じですね。もう本当に24時間ぐらい、あの、まあ、いろんな企画があって、その、まあ、マジックの企画とか他のゲームの企画とかをやって、まあ総勢30人ぐらいで、まあその24時間を回すみたいな放送やったんですよね。僕はその中でライザーさんと禁止解除ボタンっていうのをやったんですよね。デッキはね、多分ここにないんですけど多分ないよな。フリーフォームかな、どうして、あ、あるわ、これ禁止解除ボタンっていうやつでね、まあ神話とジェスカイ流星とミラクルを使ったんですね。禁止解除ボタンなんぞやっていうのはもうね、その名の通り禁止解除、あらゆる禁止がなくなった、なんかもうレガシーよりすごいんじゃないかっていうような環境のモダンのことですね。これはもうね、レガシーでできることまんまできるんちゃうかっていう感じで、ほらコマフォースオブウィル総裁みたいな、そういうまあ、ブレストがないのはね、やはりきついけど、あとまああれね、なんか先ブレとかもね、ないから、やっぱ意外とそんな強くな、まあ、そのレガシーほどは強くないんだけど、まあでもまあ十分に強いなっていう、そのね、ミラクル使ったりとか。で、これはね、僕が多分、結構強いんじゃないかと思っているんですけど、そしてこのデッキ、2キルはまあまあ、まあ3キル安定みたいなデッキのね、なんですよね。ジェスカイ流星。このディグスルータイムと、ディグスルータイムが、ん？トレジャークルーズとディグスルータイムが使える、まあ、しかもこの禁止カードバンバン使えるね、マナクでも強いね、流星コンボ、はい、なんとかね。あとはまあ神話はこれちょっともう、まあちょっと出ちゃいましたね、なんか悪いところがこれとかね、これとかね、やりたくなっちゃったけど、まあでも結局これもね、4キルぐらいはまあまあするっていうデッキだったんですけどね、まあ負けちゃったけど、まあまあそういうことをね、やった、まあ、企画がありまして、それがまあ浜軍団 VS 小島軍団っていうねやつね。それはね、またその夏の陣っていう題でやったんで、また冬もやるかもしれないんでね、まあその時はぜひ見てくださいみたいな感じで、まあその話はいいとして、でエルトラストロンこれですね。まあ、とりあえずはミシックチャンピオンシップの思い出話しようと思うんですけど、これアムステルダムに行った時のね、ワッフルとか、まあまあこれ、まあさまざまな事件があって、まあ、まず行くまでがね大変だったんですけど、まあ、着いた後はね、当然もうプロツアーということで、この用意してたデッキとドラフトで戦いましたよと。ドラフトもね、結構今回良くて、あ、そうですね、モダンとレガシーやろうかなと思っています。まずね、ファーストポット結構ね強かったんですよね。あれ違うか、ファーストポットは違うっけ、いや、なんか誰かね、ジェイコ、マーク・ジェイコ、なんだっけな、あ、この人かな、エネボルドソン・トーマスさん、なんか、わからん、なんか2人ぐらいしか強い人がいて、みたいな、はい、まあまあまあ、で、このデッキ、これは青海の氷雪忍者っすね、モダン・ホライゾンっていうね、まあ、もう多分誰もやってないドラフト環境なんですけど、まあそこ僕は多分世界でも上10人には入るんじゃないかなぐらいやり込んでて、めちゃめちゃ自信があったんですよね。で、まあこれは、まあ、その時に作った青海道小説忍者です、はい、3-0 しました、はいこれね、最初これね、このコアトルね、なんとこれ 3-4 とかなんですよね。で、1枚目もね、2-3とかで、うまいこと言ったなぁ、みたいな感じで、ニヤニヤしていたやつですね。で、もう、このね、ほぼ緑に、まあ、この忍者だけ足すみたいな感じですね。これとこれ、タッチしたっていう。そうですね。マジックオンラインね、あ、ただなんかね、結構いたっぽいですけどね、なんか、意外と今でもね、まだ立ってるらしいんで、まあまあ人気、まあその、ゲーム自体はすごい面白いんで、まあまあ人気はあったのかなみたいな。ほんとね、ゲーム自体はめっちゃ面白いですよね、モダンホライズンドラフト。ほら、まあ48トロフィーと100トロフィー、すごっ !100 トロフィーって化け物やん。すげえな。やってる人はまあね、ちょいちょいいるみたいな。そん
て、まあ 3-0 できたよっていう。でその後構築でこれを使ったんですね。これまあどんなデッキかはね実際回してみようかな。まずモダンにしよう。エルドラージトロン、イエス。これはもうね、前回のプロツアーからもそうなんですけど、ロンドンマリガンってものになったんで、こういう土地の種類を揃えるとデッキはね、非常に強くなりましたね。で、あとね、まあ、プロツアー限定なんですよね、これは。プロツアー限定なんですけど、デッキ公開制っていうのになってるんで、虚空の杯を使うデッキ、これね。これをね、使うデッキは非常に強くなってるんですね。まあ、相手のデッキに合わせて、まあ、場合によってはゼロもいけるんだよね。例えば、まあ、神話なんていうのは、1も強いけど、まあ、ゼロもめっちゃ効くみたいなデッキなんで、場合によってはもうゼロからスタートしてみたいなのも全然あるよみたいな。1ターン目これからゼロで5とかみたいなのもね、リスト公開制ならでは動きなんですけど、まあ、そういった選択肢は取れるし、まあ、フェニックスみたいなね、まあ、チャリーチを置いたらもうやべえみたいなデッキに対しては、もうマリガンで探しに行くみたいなこともできるということで、まあ、非常に強くなったデッキでございます。はい。マリガン。まあ、ただし、一つ懸念点があるとすれば、このデッキはね、まあ、なかなか悠長なデッキなんですよね。1ターン目のアクションは、これを置くか、ディスメンバーを打つかしかないんで、まあ、もうね、マリガンを駆使して、ぶん回ってくる相手とか、またホガークですね。メインのホガーク、過去先手のホガークには、まあ、大体勝てないみたいな。まあ、後手だとね、意外といける、なんかすげえ反応きたな。2ターン目、難題の動き。やるか、つって。まあでもこういう、まあ2ターン目なんだよ、まあほぼ起きないけど、まあこういうね、なかなかの反応がまあまあよくね、いきますね。ロンドンマニアがすごいねっていう。ちょっとこれ、ゴーストクォーター、結構持ってていい気もするな。どうせ塔かいらんやろな。いいか、塔選んでやろう。はい。ジーン、難題。まあこれで相手がホガークじゃなければ、お、バーン、これ、もしかして。これまさか1マナのプラ8プラ8装備品ちゃう、これもしかして。ウェンネバーイケッペンデンダとバタルフィードアンダーユーコントロール有名アタッチおわらろろろろろろ、これ絶対これ絶対88やん、これもうほら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 。いやしかしこれまだ間に合うんじゃん、これもうこっちでしょ、さっきさすがに来たハンマー。いや、これは耐えたか、タップイン。これはあざした。ハンマーとか、ハンマーはさすがに甘え。さすがに2ターン目にはつけないとね。これはもう勝ちでは。え、これカウンターセレントがないよね。エクイプメントスペルのフラッシュ、フラッシュを持つだけだから、もうね、チャリーチで、お疲れ様でした。はい。消えなかったな、ここ、つって。まあまあ、でもね、こういうなんかまあね、その、はまり、ドハマりが発生するっていうのはね、その、このデッキの強いところですよね。まあ、メインボーダーは結構ね、相性ゲーっていうのがあって、まあ、例えばフェニックスとか、まあ、その辺にはね、まあ、あんまり負けない。相性がいいところには全然負けない。バーもそうですね。あ、どうも、こんばんは。お久しぶりです。いやー、ほんと簡単なんですよ。ただまあ難しい部分ももちろんあってね、みたいなところなんだけど、どうしようかなー。もうそう、さすがになんもないけど、つって。さすとか迷いでもいいか。変えるものがない説ある。あって、これもね、あって、勝手につくから関係ないし、何も起きないよねー。今日もスタックで打つ。あ、いいやろ、はい。まんまで、もういいっす。はい。変える必要はない。トロンが揃った。いや、揃うな、今日なんか今日強いね。ちなみにね、ミチクチャンピオンシップ本番の話なんですけど、僕は構築ラウンドが、
成績4-6負け越しだったんですよね。はい、で、なんで負け越したかっていう話なんですけど、まあ、実はね、僕、まあ、負け越しはしたんだけども、全試合結構回ったんですよね。まあ、もちろん少しくらいはね、まあ、事故って負けた試合はあるんですけど、まあ、大体の試合すごい強くて、まあ、例えば、もう、何も試合ないにソロンが揃ってるみたいな。1ターン目ディスメンバー、2ターン目チャリス、3ターン目例えば4マナカーンみたいなアクションができるよみたいな展開がね、ちらほらあったんですよね。なんだけど負けてるっていう。なぜ負けたかっていうと、相手もね、めちゃめちゃぶん回ったんですよね。例えばね、そんなすごい反動をキープして、相手がフェニックスで、まあ、これは勝ったかなみたいな思ってたら、1ターン目先手1ターン目のフェイスレスルーティングでフェニックスが2枚落ちて、2ターン目に魔力編ソードスコーンフェイスレスルーティングでフェニックスが3枚返ってきて、なるほどそれでいきか、3枚返ってきて負けっていうね。まあ、その相手はね、セスマンフィールドって言うんですけど、セスマンフィールドがね、2ターン目にそんな剛腕振り回してきて、これもね、3ターン目にカーンかワナハシとかに行けたんですけど、まあ、2ターン目チャリス、3ターン目カーンって動けたにもかかわらず負けるっていうね。ちょっとね、まあでも結構ね、本当に万事そんな感じでしたね。どの試合も俺はマジで回ってたけど、相手もマジで回ってて勝てんかったっていう。だからね、まあそこはね、このデッキのまあある意味脆いところですよね。デッキはね、デッキはね、結構安定してるんですよね。安定してるんだけど、すごいな、なんかドローが。それがゆえにね、まあ、デッキの最大値っていうかね、まあその、分回りっていうのがね、限界がある。3ターン目のアクションしか存在しないんで、相手がね、本当の本当に分回ってくると負けてしまうっていうね、話でございます。じゃあ、まあ一旦待って、X4 か、でプレイでいいかな。まあこれからでもいいけどね。はい、ギバーオブムーン。よいしょ。じゃあ、とりあえず、減衰球壊して、マナがめっちゃ出て、さすがに8でいいでしょう。ふふ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 。よいしょ。ただまあね、いくらロンマリがあるとはいえ、そこまではなかなか起きないんですよね。まあ本当にまあそれたまたまですね。まあ俺も回ったし、お前も回ったしみたいな、そういう、まあ、まあ、強いては運が悪かったっていう感じかな。運がいいんです。まあ、お互いが運が良すぎて、まあ、押し負けたっていう感じなんで、結構ね、それ楽しかったんですけどね、本当にこんなことあるんだなみたいな、わお、すげえな、なんか、なんだ今日、大丈夫か、俺、今日死ぬのかな。じゃあ、これはちょっと、なんか、ゆっくりしてみる。いや、でも、ね、マイコシンス、まあ、一応、マイコシンス出るまで待つ、まあ、プラスしてもいいけどね、これ。プラスするかもしれない。2マナ、3マナで、よいしょ、1、2。で、これプレイして、2マナで、カーン出して、ちょっとサイドボードでもね、なんかまあ、持ってきてもいいんだけど、まあ、反応なんもないから、プラスで火力火力じゃないと死なない状態でもいいかなと思うんですよね。だから持ってきてもいいかな。マイナスで、なんかもう、いや、プラスしよう。プラス。はい。よいしょ。で、置いて、おしまい。相手もなんもないですからね。まあ、ここで、変にバリスタが持ってきて、まあ、相手がね、まあ、サッカーみたいなカードとか持ったりすると意味がないんで。パス。はい。アレチ、あります。じゃあ、ランドに入ったゲーム覚えてねえな。能力あるランドはブラストゾーンとこれとあと谷かな、ゴ
創作音と変わりだり、はい、まあここは谷でもいいかな、まあ、相手のアクション次第かな。分かった、はい、ありがとうございました。またした。まあまあこれはまあ上振れ寄りですね。まあただその今みたいな感じでトロンは揃うけど、逆にまあランダム20枚だしね、まあ28枚実数これもあるしデッキなんでフラットして死亡っていうのもまああったりしますね、はい、そこはねまあ弱みみたいなところでもあったりする。まあただまあトップクエルガードにトップしたり一瞬で勝ったりするんで、そこもまたなんかね強みでもあるみたいな、ね、サイクリングあるしね。結構ねトロンでランド難しいんですよね、このデッキは。まあ、結構ねベーシック、まあ、これが珍しいけど他はかなりベーシックな構成で、大体ねみんなねこの1枠と、まあ、強いて言えばアレチかな、この2枠をねいじってる感じですね、エドトロンが。今回まあ結構ね谷が好きなんですよね、まあ、かなり個人的な好みでこれが入ってて、あとは3枚取ると青白コインに相当楽になるんで、まあ、多分2枚で不利3枚で有利みたいなイメージがあるんですよね、ランドの枚数アレチだと、アレチの枚数でなんでまあ3枚取ってるっていう感じなんですけど、まあ、多分アレチはね3は欲しいと思ってるんで、まあ、この枠をどうするかっていうところでみんな悩んでるかなみたいな。人によっては墓地のクリーチャーを回収するランド、なんだっけ名前、じゃあこれマリガンですね、まあ、ちょっと弱いですね。まあやりましょうかね、なんだっけあれ廃墟の地じゃないけど、まあそんな感じのなんか、まあ、自分の墓地にあるクリーチャーをランダムで回収するランドがあるんですよ。あ、どうもどうも、こんばんは。今日はね、はい、エルダトロンを今回しております。イニストラードの顔だった気がするんだけど、憑依されたフンド、こんな感じの名前のやつ。やーばいやばい。やばいなぁ。あ、チャネルの相性表、そんなのもあったんですね。ちなみに、そうですね。エルドラトロンはバーンに有利っす。なぜかというと、チャリスも強い。いやぁ、あざした。チャリス引けば勝つけど、結構チャリスチャリス、あーダメ。でもこれはトロンが揃ったら一応ワンチャンあるんで、一応こうしとくか。あ、それですね、ありがとうございます。表現された沼墓なんていうんだろうこれ、敵を分かんない、まあそれが結構いいですね。うん、まあ、いい動きですね。ちなみに一応ね、このマッチアップ、先手だとね、まあ4-6ぐらいで、まあ中振りで勝てるぐらいですね。後手は、まあほぼ無理だけど、まあ2-8とかかな。そんなマッチアップですね。まあちなみになぜ後手がちょっときついかっていうとね、まあチャリスではまらないっていうのも一つあるんですけど、もう一個ね、このカードの存在も大きくて、結構このマッチアップって罠橋置いたら勝つんですよね。罠橋で勝ちがかなり発生するマッチアップなんだけど、いい回り、めちゃめちゃいい回りやんね。ああ、ホガークまで来る。これは死んでる、死んでます、もしかして。16の、あ、死んでますねいや、まあ、これはさすがにいい回りだなっつって、はい、ディスメンバー打って帰ってこなければ一応ワンチャンあるっちゃあるんですか、はい、まあほぼ帰ってくるけどね。これで8-10-12-14点なんで、一応まあ帰ってこない場合は耐えます、はいそんなことないと思うけどね。じゃあカーンで罠橋持ってきて終わりですね。やるだけやりますね。でも先手だとね、こんな感じで反動、まあ、これはマリガンしてるんでよりまあ楽なんですけど、まあ、反動をね使い切って罠橋で止まるっていうことがね成立するんで、先手だとまだちょっとさまざまなルートで勝ちやすいんだけど、後手だと単純にも反動が1枚多いんで罠橋ルートがね取れなくて負けるんですよね。だからね、人によっては結構すごい人もいて、後手の時とかはもうダブルマリガンを絶対にするみたいな人もいるんですよね。まあもちろんそのベストの反応があったら別かもしれないけど、まあ、そこそこの反応とかだったらもう
てマリガンって言えばもう3ターン目にトロンが揃うぐらいじゃマリガンみたいな感じですよね。こうやってだったらマリガンマリガンでダブルマリガン、もう5枚のハンドで3ターン目カーンから4ターン目端で勝つっていう、実際まあほがらくその今回みたいに3ターンキルはなかなか起きないんで、まあ、プッシュということはこれ返ってこないボショバイだけだよね多分ね。いや多分そういう投げってか多分ないよねきっとね。てかドロー前にプッシュ打ったの分かんない、まあいいや。これで一応でもクロック1点下がったし、なんか耐えてたりしない、どのうちベンジ前になったら負けるんだけど、頼む頼む頼む、めっちゃ考えてますね。まあ実際ここがもうゲーム終盤というかね、キーターンですからね。エドラストランからでホガーカー、まあそんなもんですね。はい、まあ、ちょいフリッス、お生きた生きたやん、リスメンバー打ってよかった。おこれでカーンを倒しに来てくれるのでライフがさらに持つので、まあ、これだとランドとかプレイできないカードを引いても勝てますね。まあ、やったらね、なんか相手トロフィーが入ってたんですよね、謎に。謎にってわけではないけどね。まあ、トロフィーみたいなカードが入ってると、勝たない、勝てないこともあるみたいな。まあ、あとは引かれるかどうかですね。あ、これはたまにあるやつですね。ブラストゾーン、イエス。よいしょ、はいはいはい。はい、よいしょ。殴れませんようで、あ、森入って、いや入ってないか、一応身の回り壊しとくか、これ壊れるよね多分。よいしょ、念のためにっつってはい入ってなかった。これでまあこれしか殴れないから、あとは何もなければ結構勝ちうるみたいな。これはね、ホガークがね、出ないことが、まあ、たまにあるんですよね。そういう時にランドワーク、フェッチからこれ持ってきて、召集コストを用意するっていうことをね、したいことがたまにあるんで、まあ、兵チーム、武蔵&くせ者合同調整チームでも検討されてましたね。ただまあ、まあ、言うてまあ、まれだし、そういう場面はね、まれ、まあ、まれとは言わないまでも、そんな10回やって1回あるかどうかレベルの発生率だし、まあ、単純にラグってきついことの方が多いだろうっていうね。あと色マナもきついね。もう沼しか入ってないようなところが分かる通り、まあ、色マナはねかなりシビアなデッキなので、まあ、そういうのを取るのはきついかなという話で取ってないという感じです。そうですね、まあ、基本メイン取れたらまあ勝つやろうっていうマッチアップではありますね。まあ、最大4枚の陸戦取ってチェレスではめてみたいな感じ、いろんなルートで。ただまあ相手もね、フォースオブビガーとか取ると勝てないんで、やっぱりまあ、なんだかんだ不利ですね。メイン取ってもまあ、たまに負ける。あっ、あっつって。エルドラージ。さすがに積みブロッカー作っても意味ないよね。じゃあプラスで俺でいいか。プラスで土地が伸びることもないし、プラスで終わり。はい、これで舞妓シンス持ってきたらゲームエンドですね。まあランド引く必要はあるけども、まあ、そういえば幽霊以外ね、あ、まあメインボードのコースの話ね、ランドの話だけど、幽霊が2枚取ってる人見たりしたの確か。いや、まあ引かれないといいな。でこれ職員が悩んでるってことはプッシュとか自分にプッシュ打ってどうこう考えてるのかな。でも相手投了してないってことはまだもう1枚は入ってそうだなこれ。うん、まあ、よくあるんですよねトロフィー2枚は。ホガークっていうデッキはね、まあ、フリースロットが大体3枠あるんですよね。どうやっても強くできない部分があって、まあ、そこはね、様々なものが入ってます。まあ、例えば、これ。
ゴルガリの教官とか臭い、臭い陰部みたいなのが入ったりしてたりとか、あとはあの、まあ、トロフィーとかプッシュですね、まあ、これと、まあ、これ結構ね、なんかフリーすると多くねっていう感じはあるんですけど、まあなんか、まあね、まあ、大体ホガークって57枚ぐらい固定されてるんだけど、これ3枠はね本当にフリーですね。臭い草のインプ、あたす、あ、匂い草のインプ、ありがとうございます。そう、メイン歴戦はすごかったですね。あれはかなり、まあ、あの僕ら戦術しましたね。マジか、あ、引いた、勝った、マイナス2。まあ厳密にはまだ勝ちではないけどね、まあ、ほぼ勝ちということで、一応ね、いやこれは勝ちだな、さすがに。バリーサでチュンチュンやってるはずからね、まあ、これやっぱマリーガンした壁ですよね。ワンマリーガン、まあリストが分かってるときはねマリーガンするっていうのは結構あったりしてみたいな、はい、で、サイドボードがこんな感じで、後手はねチャイスがちょっと弱いんで減らすんですよね。で、ツーマブ見たいからちょっと減らすみたいな感じだった気がする、うん、あ、これがスマッシュ減らすんですね。こうか、こんな感じっすね。オガークが、あ、難しい質問ですね。まあメイン力戦を普通に引くとまあきついんですけど、まあでもね、あのまず力戦が効かない相手ってそんなに多くない。エルダーシトロンと、まあその当時の環境でいうとエルダーシトロンと、まあ感染とかも、まあ、数で言えばあんまりないから、まあ、基本的に、まあ、ティア上位っていう話にするとエルドラトロンと、当たらないっけ、もう一個なんか、アホシロコンか、の2個ぐらいなんですよね、確か。他はまあ、まずまず消えないとか、あとバーンもいないねえな、確かに。いないから。で、ヒマもね、もう当時あんまいないんですよね。なんか、表、なんか、ミスチックチャンピオンシップ4の、あれ見るか。ミスチックチャンピオンシップ4の、まあね、当時のティア表というか、まあ、数見るとわかるんですけど、もうね、かなり今回偏ってる、あれなんですよね。数が、できる数が偏ってて、ティア上位にはね、大体効くんですよね。あとはメタゲームブレイクダウン。はい。ホガーク、フェニックス、あ、人間いたわ、ごめん、いました、失礼。まあ、この3つかな。この3つで、まあ、人間はぶっちゃけ大丈夫っす。有利なんで。シルバーオコもメインは、まあ、ちょっと腐るぐらいじゃ問題なくて、エレクトロンも、まあ、まあ、ちょっときついぐらい。まあ、ちょっときついね。あ、キープするわ、これは。一応引いたし。ちょっと弱めだけど、やりましょう。まあ、そうですね。当然そこを2枚とか引くときついんですけど、まずマリガンができるっていうところと、フェイスレスルーティングで、まあ、捨てやすいっていうところがあるので、まあ、そこまででもないという。なかなかやるなっつって、檻だとね結構勝たないんですよね。トロン揃ったらいいなこれ、まあ、当然ディッチャーは入ってくるからね。上な、まあでも実際やっぱね、その3枚のスロットが腐るっていうのは、まあ、結構大きい話で、まあ、例えば、イゼットフェニックス相手とかだと、フェイタルプッシュが入ってるんですよね、その枠で。ぶっちゃけ言うと、そのフェニックス対ホガークって氷で負けることの方が多いんで、プッシュでも力戦であんまり変わらなかったりするんですよね、あの有効度合いっていう話で言うと。もちろんまあ有効なのは間違いない、まあ、ドハムラして勝つこともあるんですけど、まあ、そもそも有利なマッチアップでね、そういうカードが必要かっていうと、まあ、リスクが高いカードよりかはプッシュみたいな安定したカードの方がいいことが多いっていうところもあって、まあ、効くマッチアップであってもちょっとまあオーバーキルというかね、まあ、不安定な面があって弱いカードではあったりするんですよね。まあ、そういう中で実際そのメイン力戦3枚を使ったホガークの人は何人かシャニポンしてますね。っていうのもやっぱり効かないマッチアップ
では弱いし、ミラーマッチばっかなわけじゃないんで、腐ってるマッチアップを踏み続けた人は死んでしまったという話ですね。それが初日本した人で、逆に2日目まで残って保川区の海に入った人はもう見事に泳ぎ切って大勝ちしましたね。まあ、その方はあのレイドリュークって言うんですけど彼は初日4-4、4敗でギリギリなんとか残ったっていう感じだけど、ドラフト 3-0 で勝った後にもうあのあれでございますね、はい、3-0 もう10はもう全勝ですね。で、揃ってもちょっとどうしようかなって感じだな。まあ、実際フォアワーク最強というのは多分参加者の共通認識ですね。でエルダーストロンというデッキは一応ホガークに有利がつくと言われていたっていうまあ流れがあります。実際はまあ不利だと僕も思ってるんですけど、有利と言われているところとか、まあ、あとはホガーク以外のデッキには強いんですよね。ホガークを殺しに来るデッキ、例えばジャンドとか、例えばウルーザソプターとかっていうデッキにめっぽう強い、青白子にも僕は強いと思ってますね。まあ、そういったところで、まあ、メインデッキにもまあ戦える、まあ、五分はあるんじゃないか、ちょっと有利かもしれない、不利かもしれない、まあその揺らぎでしかないやみたいな、それ以外のデッキに強そうだっていうところで僕はこれを使った感じですね。まあそういう考えは多分いっぱいあったと思うんで、結構数いましたね。でまあ勝率もまあまずまずでしたね。まあ、まあ、正直勝ち組ではなかったけど負け組ではなかったみたいなところかな。どうしようかな、カーンは出すんだけど、出すかとりあえず出すんだけど、橋置いてもしょうがないし、基本的にバリスタ出してもいいけどね、まあ、出して出して5になるから、これでなプラスでいいかな。よいしょ。で、またアリシェイパーで。トロンはね、あのデッキも結構ね、なかなか、遍歴というか、いろいろ、ストーリーがあるんですよね。実はトロンって、プロツアー直前、違うな、まあ、モダンホライズンの発売後から、プロツアー直前までの間、全然、あ、これ相手、アズマ選んだな、出ないんですよね、つって。全然勝たなかったんですよ。マジでトロン勝たなくて。なぜかっていうと、そもそもホガークに別に有利じゃない、実はそんな有利じゃないっていうところと、まあ有利じゃないって思われてたところかな。まあ実際その当初の構成では有利じゃなかったし、他のデッキもトロンを意識していたんで、例えばトロフィーが多いであるとか、大爆発があるとか、ブラッドムーンがあるとか、エルドラストロンも意外とトロンに行けるぞみたいなのがあったりして、しいんですよね、トロン、はい、ということで多くの人がトロンは諦めたんですよね。トロンは無理だなっつって、そしたらなんかウルザスポーターとか流行ってきて、なんかホガークがまあまあその最強って認識できた後、ホガークを倒せるデッキとホガークに強いデッキの、まあ、2種類しかいなくなったんですよ。そうなった後に見てみると、あれ意外とその辺のデッキに行けるやんってなったらしいですね。で、ホガークにも、まあ、なんだかんだ、まあ、周りが悪ければ勝てるし、みたいな。その辺はね、まあ、ここの、多分、数見ればわかるんじゃないかな。トロン。まあ、もともと、確か前回の PT って、トロンって、10% しかいたんですよね。8% とかかな。いたデッキが、半分以下に減って、エルダーレストロンは、まあ、あんま変わらず、ホガークが、まあ、20%、みたいな感じで、2日目の見たゲームどうだったかな。
申請率52%、まああんま普通か、うん、まあ普通ですね。だからまあ結局まあトロも最終的にもねそんなに良くなかったと思うんですよね。まあダメではなかったけど特別優れていた立ち位置でもないみたいな感じだけど、まあ最終的にホガークを倒す敵が溢れた結果、ジャンドとか青白コンとか、そういう、まあ、ウルザとかね、ホガークを倒すぞーってメタを張ってサイドボードとかもガッてそこに寄せた敵が集まった結果、まあ、そこを食ってきたみたいな感じなんじゃないかなと思ってるんですよね。エデラストロンもね力戦4枚、あこれ初期構成なんですけど、これ初期構成ね、最初の頃はこんな感じで力戦とかね1枚だったんですよね。でまあこういう分でなんかまあ押したりしてて、でまあこれも結構ね、まあ、もう下に寄ってる構成なんですけど、もともとこれ1枚1枚1枚とかだったんですよ。で他の分にそのトロンの対策みたいな感じのカードがね割り当てられていて、まあこれゴーストクォーター2枚入ってるんだけど、ルツボがね1枚入っていてゴーストクォーターがもう1枚みたいな、そういうねトロンを殺すみたいな構成がね初期構成だったんだけど、トロンがいなくなった結果、あと他が強すぎる結果、その辺が全部これね力戦4枚になり変わってるっていう、まあ歴史があったりしてね、まあそういうことも受けてトロンが勝ったんじゃないかなって気はしますね。モダンデッキそうですよね、そこはね気になりますよね。もう他が消えるととりあえずね、まあ青白コン強そうですよね。モダンホライゾンが出る前って一応青白コン強すぎワロタみたいな感じだったらしいですよね。あとまあエルドラトロンも強すぎワロタみたいな、ただまあ多分青白コンががっつり押してくると多分エルドラトロン勝てないと思うんで、青白コンにはまあ青白コン最強なのかなみたいな。まあジャンドのレント6番あれはめちゃめちゃ強いんで、まあ、あれがどんぐらい強いかかなみたいなところですかね。これどうしようかな、マグロだな選定、あランドヒートが出るしいいか、これはね結構怪しいハンドっすね。やばさ溢れているけど初動3ターン目みたいな、なんなら3ターン目じゃない可能性はあるがやろう、はい、優勝はそうね、まあやっぱねもうプロツアー優勝まで行ったらもうね引きはねよほどよくやったら勝たないですからね。やべえまた来たよ、そうこのハンド、え違えデッキ来た違うやつか、そういうやつか、なるほど、グリーセルシュートって、めっちゃ集まってきたな、これエンドにってか、まあ、じゃあここで打ってくるのかな、五稜の復讐、はい負けでは。B7 はい、なるほどな、でルーティングで落として走ってきてあざした、これなんかねルーティング引いてないとワンチャンあるんですよね。もう一回難題プレイするとなんかこう結構いい感じになる可能性があってみたいな、あルーティングあるとまあ負けっすね。はい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 、で釣ってはいでエムラクールが出てきて21点、はいブロックしても20点あたしたよいしょ、いやこれサイドはなあ、あれが入ってくるんですよね、嫌だな、まあしょうがないから超えるしかない、やっぱね、ただ、ジャンドはかなり強そうですよね。っていうか、まあ、レント6番。まあ、レガーシーと違って、ウエストランドがないから、まあ、支配的ってことはないとは思うんですけど、さすがに、揃ってはない。いや、揃っては、これは勝たんだ、別に。まあ、いいか、やるか、はい。森
まんま強くないな、これもね。捨てて、段。調理は置くけど、一旦置いてあんま強くないんだよね。一応ハンデスとかあり得るんでね。そう、チェイスとかもな、確か。ブラッドムーンイエス、まあそこは荒れ地持ってくれるんで、まあなんとでもなりますよと。一応次のターンカーンは出せる。カーン出せるとあれができる、あれができるね。ああ、カーンが、はい。まあとや相手もまあ減速はしているので、もう2ターンぐらいは待てるんじゃないかな。アレッジよいしょ、 X に、で、まあ、スマッシャーが走って、はい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 、そんなやるんだ、へえ。あ、それアシスト、まあちょっとギョって、ジェイス、あ、ジェイスは入ってないか、さすがに。なんかあったら入れた方がいいのかな。これね、なんだっけ、あれがね、あるんですよね。五稜の復讐じゃない方、駒田の手ぶらか出す方、先目の突破か。あれがあるんで、分かったけど、結構ね、行かれるんですよね、どっからでもね。まあ、変わらずですかね。いや、まあ、ディスメンバーもな、まあ、正直、カーンとか弱い気もするから、ここディスメンバーでもいいけど、1枚ぐらい。してもいいかな。まあ、チャリスはまあ一応、まあ一応効くっちゃ効くだろうし。お、力戦、力戦、うーん、まあ、やろうか。ちょっと力戦多いのもね、それはそれできついんですけどね。はい、ランド引けばとりあえずマップが機能するんで。それを期待しようかな。お、良い、揃った。これはどうしようかな。チャリスから行くべきなのか、ランドを持ってくるべきなのか、難しいところですね。まあ、チャリスからでもいいかな。サクハク、あ、じゃあ、あれにしよう。はい、割られるときついですね。ランドがないため、やっぱブラッドムーンとかもあるからね、もうちょっと難しいですよね。蛮行、何がしたかったんだ。お、マップまた引いた。じゃあこれ置いてからもうチャリ位置でいいでしょう。これはかなり安心できますね。これ月のターンと持ってくると、これが走った上にこれが残ってるんで、ブラッドムーン置かれても大丈夫。スマッシャーが走って、ここでちょっと荒れ地持ってくればまあ安全安泰ですね。いや、持ち込むはね、こういうところがあるんですよね。まあそのまあ5万7先ほどの突破があるんで、こっからでも全然勝ち得るデッキではあるんですけど、一応荒れ地持ってきちゃうか。要求されるものは多いですからね。2マナでいいところが、まあ、あるいは3マナですよね。フェイスルーティングプラス、まあ、でいいところが5マナ要求されちゃうんで、やっぱ必要枚数増えちゃって、どうしてもサイドボード後はね、厳しくなっちゃいますね。あとやっぱね、墓地帯多い環境ってのもね、マイナスですよね。まあ、ああいうデッキこそね、ホガーキいなくなってからの方が本番ですよね。もうメインからサージから入ってる世界ですからね。青白コンとかね。考えるとやっぱりホガークはまあ多分禁止になるとはね思われるんで、その後の世界何が強いか分かんないな。とりあえずね、ウルザは相当強さだと思ってるんですよね。
ちょっとまあきつい相手もねちゃんといるんでそこは分かんないけど、ウルザっていうデッキパワーもねかなり高いので、ここはどうかなみたいな。ストーンリーサイレンス、石のような静寂、ああいうカードが今ねその母子体の方が優先されるっていうところで、まあほとんど取られてないんですよね。まあ神話もいないしね。けどまあああいったカードが返ってくる可能性もあるんで、そうなったらウルザは勝ちづらくなるとかもあるんで、やっぱり今強いデッキがまんま勝つかって結構難しいんですけどね。あとヒューマンとかもいるしね。そう、ヒューマンにもねウルザ弱いんですよね。サリアきついし、反射もまあ効くし、デュレス君もあいつ青白のやつもあいつもきついしっていうところで、結構ね意外ときついデッキも多いんで、まあそう考えるとやっぱ青白コンがなんか王者っていう感じがしますね。青白コントロール、まああれに明確に有利がつくデッキ何があんだろう。ヒューマンも結構いい勝負だしな、トロンも意外といい勝負なんですよね今だと。なんなら青白コンが有利まであるな。まあそこはトロンの構成でもよるんですけど、結構難しいですよね。何が強いんだろう。青白コン盤石だったりするんじゃないかな。フォースオブニゲーションっていうカードすごいですからねジェイス出して守っちゃうのはねずる。固定だとはやってもいいけど、やってもいいけど、やっちゃおっかな、やっちゃおっかな。キープ、手がマリガンしそうですねこれは。はいはいはい、バラクートは確かにいけるわ。あ、揃った揃ったぞっつって、しかし相手もねダブルマ、あーよかった、これは相手揃ってない。置いて使わせた方が絶対絶対にいいので、これは5ですね相手に使わせましょう。マインを持ってきて幽霊街を使わせる。荒地が入っているということは、相手はエルダーストロン、チェリスが効かない相手。一応マップがあるんでね、効かないわけではないんだけど、完全にはで、ドロー5。はい、まあいいです、はい、アレッジマインを置いて、いやチャリスな、置かない気がするな、これね、置かない、いや難しいな、置いてもいいか、やっぱり、あ、確かに結構難しいんですよねこれ。自分にもやっぱり有利一応効きはするんですよね、まあ、相手の方が枚数多いんですけど、はい、残ってる枚数はね。アリスターは何台から行くかどうかだな。ディスメンバーとかあるとちょっとめんどくさい。カーンから行ってもいいんですけどね。結構まあディスメンバー打たないから、まあ何台でいいかな。いや、カーンからの方がいいかな、これ。カーンから行こう。はい、カーンマイナス2であれ持ってきます。これね、軽い方パリパリするやつ、これ持ってくるとねゲームエンドなんですよね。天使が入んないからねこれ。まあ大体詰みですねこれまあここで寺院がある場合だけ相手がいけるんですけど、まあ、そうでなければまあ詰みです。はい、詰みました。もう俺はディセンバー使ってもいいですね、まあ、決めないんで。いやミラーマッチは不毛なんすよね。先にカーン出すと勝っちゃうんですね。不毛不毛なんだよな本当にこのマッチアップ。これね、何がすごいってね、お互い腐るカードが多すぎてサイドボード抜ききれないんですよね。
これ以上も入れるもんがないんですね。じゃね、カーンのためにね、サーチ用に残しておきたいから、どうしようかな。全部ね、他も入れたいものがないんだよな。一応ね、たまにあるのが、これ入れて自分の墓地の茶色を追放するとカーンでもう一回も出せるっていうのがね、隠してくであったりするんですけど、まあ一応だったらまあチャリスでたまにはまることを期待した方がいいとかもあるんだけど、でもこれでいいかな。たまにはこれやってみるか。トーモントプラン、あれ、あ、もう一枚、あ、もう一枚か。バリスタな、カーンで持ってきたいんですよね。抜き切れないからな、サイドボード。マジでやばい、このマッチアップ。チャリス一枚残すか。結構そのエルダーストロンいいなっていう人いたんですけど、あのチーム内でもね、いたんだけど、でもね、誰も使わなかった理由としてはね、このミラーマッチの不毛さも結構大きな理由の一つなんですよね。あ、チャリスはまあ流せる、まあまあまあいいハンドかな。キープしようか。よいしょ、これ1枚引けば。あ、しかしこれは相手の方が揃う気がする。まずい、まずいぞ。先に揃われると終わってしまう、ゲームが終わってしまう。あ、よかった。ふー、危ないところでしたね。お、これは悪くないっすね。1で置いて、いや、置かない方がいいかな。これ置くとなんか持ってなそうな雰囲気にちゃうから、置かない方が良かった気もするな。これは何台か。はい、イエス、何台も強い。ここで揃ったらいいんだけどな。揃わないかな。ここで急にパワープラント引かないかな。パワープラント引いてくれないかな。すみません。一応スマッシュアレスは止まりますからね、盤面ね。止まったらもうカーン出してよいのよい。はいはいはい。いや、これは悩むな。そう来るんだったら、カーンから行ってもいいんですよね。一応スマッシャー来ると面倒いとかあったりするので。難題は、いや、スマッシャーは出るんだけど、あの装備品、アーチャルトを使わせない。今だこっちか。とはいえ、まあ、盤面止めてカーンのがまあ悪いっすね。素直素直。でもここでカーン出されるとやばいんだよな。マジで難しい。結構ね、このデッキ意外とプレイ難しいんですよね。まあ一ターンに1アクションのデッキではあるんですけど、どのアクションをどう取るべきかっていうのがね、いや、難しくて。例えば、このターンスマッシャー出したけど、まあ、カーンのが良かった、良かったかなとか、あれもたまに入ってますね。アドバンテージソースとして。まあ、カーン出すか。カーン出してマイナスでパリパリ君持ってくるか。あれ残ってるとやばいね。まあランドがプレイできないできなくて、まあ、これとかでサイクリングもできないんで、まあ、結構プレイできるものは少ないはずではあるんですけどね。今3マナしかないし、相手手からランドが出ると途端に増えるんでまずいけど、でここでもし何もプレイできないと、まあ、ほぼ勝ちですよね。もう割っちゃうんで、陣を割っちゃうと、こっから多分返す方法存在しないっすね。
まあ、ここを除去って殴ってきたりすると、まあ、缶死ぬんで全然あの返せられるんですけど、ディスメンバーとかもあるかどうかね。まあ、こっちでも別にいいか。まあもうこれでもいいっすね。だいたいこれも入ってるんで、まあ、こういうカードでここどかしてもいけるけど、なんか全然してこないってことはないのかな。ないといいな。ないといいな。ある場合はパワープラント引きたいな。めっちゃ考えてるな。まあ、考えてるってことだから、なんか選択肢ありそうですけどね、相手。例えば何台持っててプレイするかどうかとかかな。はいはい、除去ありましたね。まあそしたら、まあ、僕は何台ブロックして、はい、まあこれはこれでパワープラント引いたら一応勝ったりするんで、ワンチャンがある。でとりあえずまたカーン出します。カーンもね、本当にすごいやつですね。お、スマッシャーも死んだ。なんと、まあカーンですね。これね、スマッシャーとか合いそうで嫌なんだよな。いや、なんか、いやこれミスった気がするな。これなんか、まあ、プレイできなかったってことは上がランドの可能性結構あって、でスマッシャーを持ってて出てくる可能性大いにあるな。あー、やっぱりそうだ、あるわ。いやー、ミスったなこれ。はい、いやー、ミスった。これは一回待つべきだったな。これ出してこれが前でよかったね。はい、やってしまった。うん、どうしようかな。ほぼ負けだな。一応もう1枚引くっていう可能性にかけて、まあ、続きはするんだけど、くー、ちょっと流行ったな今。歯が出てましたね今ね。で、はい、マインドストーンか。何台、はい、揃い方じゃダメだな。ん？ダメだよね。足りてないよね、まだ。カーンは出るんだけど、プラスじゃないといけなくて。マイナスだとね、死んじゃうからな。マイナスから入るわけにいかないし、7点荒らし盤面に。さすがに終わりか。幽霊がやんだよな、すごい。焦ってたな。出すなら今か。今出して何台に飛ばしてお願いするか。まあ、その方がいいな。しょうがないね。いや、プラスもありか。なんだかプラスしてもありか。でもこれもまああるし無理だな。いや、こっちの方がワンチャンあるかな。じゃあ無理だな。勝ち目がない、動かさないと。はい、で、まあカーンを引く。カーン引いたら勝ちだし。勝ちではないか。わあ、これはまずい。で、
ドラフトゾーンがあるから、罠し、罠橋も割られちゃう。このターン引けば大丈夫か。このターン缶引けば、一応チャージできないから勝てる。あ、解放缶はですね、あれっす、ウギンかこれっていう感じですね。大体ウギンが入ってるんですけど、ウギン弱いなっていうところで、僕こっちにしてるっていう感じですね。ここはまあ結構人によりますね。あ、相手ちゃんとケアしてきてる。カーントップをケアしてる。1、2、3、4、うん、OK。 あ、これはボトムに送ったやつ。ここは結構あったな。今のはね、ミスりましたね。揃ったー他何もないけど揃ってるからやるかーっつって。ウィンはね、まずプラスして22が出るだけ。あんま強くない。マイナス3、修正値1しか残らない。なんか壊せないもの結構多い。例えば罠橋壊せない、弱いみたいな感じです。7カーン、まあその、まあ、一応あっちの方がね、普通にプレイするときはまあもちろん強いんですけど、よくねえな。揃ってるだけだな。よくあるやつ揃ってるだけ。まあミラーで弱いし、ホガワクにもまあまあ7カーンもあんま強くないけど、まあ、だね、強い相手があんまいないんですよね。これがあるから強いってことはほとんどなくて、だからまああんまりいいかなと思ってるっていう感じですね。はい、相手も全く同じことしてるな。あ、何台引いた。グッドグッド。スマッシャーとバリスタ。バリスタの方がまずいな。ブロックしちゃいますけどね、はい、あ、カーンだタワーとバリスタ。バリスタは強いけど、ディセンバーがこのターン多分出してくるよね。でマイナスでスマッシャーを倒して、あとは何引いたか。マップは良い。3、7、12、3、4、5、6、7。あー足りねえか。しょうがない。じゃあまあして置いて終わりか。一応アップキープに変わり谷とかかな。幽霊がいても、あ、幽霊がもってよかったか今。いやでも、いや揃ってるな、両方とも。はい、パワープラント持ってるな。あまりに余ってる。ウーギンは大丈夫。スマッシャー来る？あー、スマッシャー強すぎる。スマッシャーは強すぎるよ。ウィンだけだったらよかったのに。くー、一応や
プラスゾーンかな。あ、スマッシャー引いたが倒せない。強いな。引いたらどっからでも勝つぞ、カーン引いたらって。まあ、わらわし一回挟む必要があるから、相手から先に出されて負けるのか、どっからでも言い過ぎたな。はい、で、残るはパワープラントだけ。プラントと何かか、ハンドが。怖いなぁ。なさそうだけどなぁ、何も。何もなさそうだとは思うんだけど、なんかでも考えてるから、なんでしょうね。なんかあったら必ずプレイするとは思うんで、その、このマッチアップ返すから一切反対しないから、なんかプレイすると思うんだけどな。なんか何台プレイしてもう一枚何台持ってて、あ、ミスったって思ってるとかかな。まあそれなら、あ、あれか、殴るかとか悩んでんのかな、これ。スマッシャー殴るべきこと、バリスタ、まさか。まさかバリスタ、これ強すぎる。それは負け。あ、はい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 、そういうこと。なるほど、そっちか。で、4とかの方が良かったりしないのかな。あれか、あ、自分のカード腐っちゃうから。123456で35いって、終わるべきだったかな。まあでも一応、まあオクランド強制させることはできるんじゃできるから、まあいいか。ああ、はい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 、一応倒せるようになったか、これで。しかし2ドローだもんな、やばいけど。まあ、これ1個だけブロックだと倒せて、2個ブロックでも強い。あ、強い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 。それはフリースロットが何かしたいだけど。あ、でもこれか。あ、これも入ってるんだ。このカードね、難しいんですよね。この
理想を定めないときって大体フラットしてるんで、このカードを使えるときほぼないっていうのがね、結構弱点ですね、このカード。まあ本当に稀に使えるんですけど、まあ、うわぁ、まだ死んでないかな、殴るか。ウィギングパッチ、でも負けられる体勢になっている。カーン引いてくれ、ライフ1でいいから、カーン引いてくれ。これなんか相手4手置いてきそうだな、これ。これまくるカード4カーンしかなくねーっつって、4カーンしかなくねーって言って X4 で置いてきそうな気がする。まあ、じゃあバリスタも一応まくりうるけどね。そんなもんかな。1234567891011121314X7 までいける。これがあるから、これもちょうどかわしてて。7だと一応5点で殴って落としてブロックできるから、まあ、一応勝つんだけど、まあ、結構まく。それは負けです。はい、まだ反応バレてるんでね、罪ですね。はい、話した。それだったら積んでますね。そう、ミラーマッチのこの虚無さがね、もうこのデッキの唯一の欠点ですね。ミラーマッチは虚無。差が出ないっつって、まあ一応2本目はミスったんで差出ましたけど、まあ、お互いちゃんとプレイしているとマジで差が出ないマッチアップですね。もうね、サイド枠がね、固定されすぎてるんですよね。これと、これこれ、これ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 、ここまではほぼ固定ですね。まあ一応厳密にはここは固定ではないんですけど、例えばこれを抜くとかはあり得るんですよね。まあそう、あとはここですね、この除去枠。まあ除去なしはきついマッチアップが存在するんで、まあ例えば感染とかね、まあ例えばですけど、そういうなんかまあある程度早いデッキにはね、必要なのでこういったカードを取る枠がまあ存在するんですけど、そこをまあ大体3枠取って、残りはもうこの1枠、あるいはこれの1枠ですね。ちなみにこのカードもバジリスクカラーみたいな、あるいは、ウィッチオーブですね、魔女封じの宝珠、あとは今あの人が使っていた神秘の炉ですね、まあそのアドバンテージソースなんですけど、まあ、そういった、ウィッシュカードですね、その枠をこのカードになって当てているだけでもあるので、結構ね、その、まあ、ウィッシュカードを取れば取るほど当然サイドボードがなくなり、まあ、その他のデッキに勝率は変化はするんですけど、このマッチにおいてはもうマジで、なんもないっす。ランドはね、出ないっすね。幽霊街も基本的には使う方が弱くて、まあ、たまにそれが強い時もあるんだけど、まあ、出なくて。で、それ以外のあらゆる無色ランドにそんなに差はないですね。例えばね、憑依されたなんかなんとか棒、あれとかだと一応、まあ、たまに出るんですけど、ガットショットかな？はい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 、そういう、今打つ必要あるのそれ。で、まあ、大体そのどうやって勝つかっていうと、本当にカーン、4カーンですね、ほとんどは。あとはまあ、ジーン、ジーン、難題とかね、そういうあれなんですけど。とりあえずキャントリして、キャントリして、これね、ルーティングからだったらやばかったな。で、
揃った。うん、揃ったかーつって、まあでもマインからでいいか。トーンを持ってくる必要ないけども、はい、フォークボルト、ハンドサムエだとな、そんなに大したことないんですよね。はい、で7、等でいいか。よいしょ。ブラストゾーンもすでに持っていて、ゴーストクォーターも必要なくて、ルーダーボルトもまあいいでしょう。はい、等でいいな。そっかな、これ一旦待ってでかくするのもなくはないけども、まあいいか。やべだな、X7 秒だな。まあスマッシャー5でいいか。裏目はあるんですけどね。はい、カーン引いた。残り7、まあバリスタからいきましょう。はい、 X5、 はい、やらした。赤ターンフェニックスですね。赤ターンフェニックスはね、あんまり対戦経験ないんだけど、なんかまあ有利そうと思って、気がするんですよね。バリスタ持ってきたい瞬間は絶対あるんだけど、まあカーンプラスアルファっていう基本的にも遅い動きなんで、あんまりそこを想定しない方がいいかなみたいな。そんなあんま興味ないからいいか。ディスメンバーはまあ基本的にはクラブダメージよりはまあその下回るんですけども、打った場合ね下回るんだけど、複数枚引くとそもそも打てなくて死ぬことがあるんで、まあ、減らして2枚かなみたいなイメージですね。で墓地帯はね結構難しくて、まあ力戦なんかね弱い時何も機能しないんで、なんか投げてもいいかなって思ってるんですよね。あんまり変えない方がいい気がするなみたいな、そんなマッチアップ。一応3ターン目にこれ出て4ターン目これなんだけど、基本間に合わないんで、まあ、チャリスを探しに行って、はいはい。すげえ反応したな。まあ、で、チャリスまで基本割りに来れるんでね。まあ、サイド後はチャリスだけでそんなことないんだけど。まあ、一応、タワーからかな。2枚目のチャリス、いいっすね。これ、X1 から X2 っておくと勝つんですよね。まあ、バラの打点次第ではあるんだけど、例えばこのターンにルーティングから、まあ、うわーってくると、まあ、盤面並んでもまあ、きついね。まあテンプルからか、あんまり関係ないけど、チャリ1、すでに1枚腐った。おっと、結構きついぞこれ。6点、揃ったし、まあ終わりか。一応荒れ地持ってきてかな。で2で置いて、あれもな、果敢だからな。めっちゃか、ミスった。これ奥引けか、これミスったな。またよかったな、ミスったな。あれこれプレイしてよかった、減らすために。しちゃうからあんまり意味がないですね。
車はいいですね。そうしたら、まあ、とりあえずカーン出すか。あんまりだな。バナハシでも止まんないし、まあ、もうこれ置くしかないか。よいしょ。で、でもスペルあったら積んでるから、まあ、微妙かな、これも。ランドランドじゃなければ負けなんですよね。あるいはクリーチャーか。まあ、クリーチャーだと耐えてますけど。はい、まあ、これはもう負けですね。バリスタが何かあったりする。あ、はい、スペルは負けてますね。これはまあね、今日赤タンガーのベストブームなんですけど、あの111の全部クリーチャーがね攻めるんだけど、こっちが先手だとそれもね、あのベストブームでなくなるっていうのがね、あるので、結構ね、まあ、先手ゲーといえばまあそうなんですけど、まあ、いい勝負なんですよね。でもやっぱりランのダメージがなかったりとか、まあ、こっちだけいっぱいでハメシダンがある分回りがあるとかで、まあ、分回りを返す、こっちだけ返せるとかで、まあ、ちょっとこっちが有利かなと思ってますね。やるか、はい。まあ、チェイスあったらまあまあキープ。まあ、今回はブラストゾーンも結構大きいですよね。一応クリーチャーをちゃんと対処できるんで、先手2ターン目にチャリス置いて、またアリシェイパーカーンと、まあ、一応234と綺麗に動けて、かつ負けがついているので、これも結構いいですね。まずチャリ位置、またアリシェイパーもプレイして2点。お、あれは3マナのカードですね。で、まあ、2マナのやつ持ってきてもいいけどね。はい、とりあえず誘発、結構ブロックしてもいいですね。難しいんですけど、ちょっとトップをね降りたい。あー、いやー、これだったらさすがにスルーか。フェニックス、それは強い。で、一応ワナハシを持ってきておくけど、置くか。何台引いたから何台からでもいいな。柵迫がちらつくので、その可能性を消してから、よいしょ。なかなかいい反応だな。これは、まあ12で34だから、まあ、結構プレイできるな。まあ、次のターンには、まあ、次のターンにはプレイできちゃうけど、まあそれは別にいいから、フェニックス飛ばしとくか。で、2回しか今のところ使えなさそう。プレイプレイで、うん、まあね、死んでもいいから殴るか。はい、3点。これで、まあ、おおむね相手のルーティングなんだけど、なんか引かれてる。なんか、いなかったな、そいつ、つって。で、カーンを無視。マッシャー引いた。これはみんなで殴る日か。使って、まあ引いたとして、1、2、3枚の
10点しかないからスマッシャーだしで、あ、これ殴れないか、2、3、4、殴った方がいいな。誰殴ってブロックストアが必要だな。でこの後カーンは倒しに来る必要が生まれるから、とか引かなければ勝ちそうだけど、パッと見は。でチャンプされても8点入って次のターンブロックがマストになるから、そうなるとこっちがねあれだし知らなくなるから、ゆっくりカーンから罠端で急に勝つことができる。投げれるしね、次のターン。まあ、難しいですね、相手としても。2マナの火力が入ってたりすると、例えばあれだな、2マナの火力ってなんだっけ、あれ、批判家視察を突破すると勝つんですよね、相手。まあ、ここはチャンプしてきましたね。はい、ブロックすると、まあ、そういうカードが入っても、もう多分負けれないんじゃないかな。墓地を肥やすしかなくないですね。これをプレイするために墓地を肥やしつつで、カーンを倒さなきゃいけなくて持ってこられちゃうから、はい、でカーン倒してライフが減らない。スマッシャーは強いですね、さすがにこのカードすごい。あ、じゃあこのターン出ますね。これラウンド引いたから、あ、出ない、1、2、3、出るよね。あ、出ないか、もう一ターンか、どの道も一ターンだ。で、ブラッドムーンもう1枚置くぐらいしか選択肢ないですね。まあ、暇だから置いとこうっつって。で、これは止めて、5、勝ってますね。はい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 。プラス、いけ、マインドストーン、アタック。どうした？これがね、今回プロサで使ったエルドラージトロン2007-23でございます。はい、これはまあ本番では4-6だったんですけど、まあ、結構ね、デッキは良かった、悪くなかったなと思ってて、まあその、まあ多分マリガンもしっかりできてて、相手が強かっただけな気はしてるという感じですね。はい、で今日の放送の冒頭でも言ったんですけど、プロツアーではね、3ターン目にカーンワナハシができるようなハンドとかがね、そのディスメンバー、チャリス、これでワナハシを起きるみたいなハンドが来た上でなお負けるみたいなねことがたびたびあったんで、まあ、本当にすごかったなーっていう感じですね。いや、これね、相手によってはもうトップ8の流れだったんだけどなーってこれがまあ今回使ったデッキですね。もう3週間前の話ですけどね。それで、まあ、これがエラトロンで、これセカンドラウトですね。この卓はね、ラファエル・レヴィとドミンギスか、ドミンギス、レヴィの2人が有名人としてねいた卓で、ちょうどねこれ番号が書いてあるんですけど、これ松本勇気、8番ドミンゲス1番、まあ、ここね、俺ここ、ドミンゲスここ、で、レビーここっていう感じで、まあ、レビーが上、ドミンゲスが下っていうね、もう、卓の強者に挟まれるっていう恐ろしい流れでした、あれでしたね。で、まあ、できたデッキが、もうね、これは、デッキではない、これが、赤黒ですね。赤黒スリバー。赤黒スリバーサキリファイスゴブリン忍者。ちょっとね、スペルが弱かったんですけど、まあまあ、ここをね、これで強化して殴るとか、まあ、これで吸うとか、まあ、そういうことができるデッキで、まあ、そんなに悪くない。まあ、2-1ぐらいかなっていうデッキで、2-1でしたね。結構ね、ただその、まあ、ここに映ってないんだけど、葛藤ね、僕、だいぶしてて、まあ、多分ね、レヴィとかドミンギスもね、葛藤したと思うんですよね。で僕ね、このサイドボードに、クマパンチ2枚と、4マナ33トークン出すやつと、
あと、クラゲと全パス持ってたんですけど、まあ、そんな感じで、多分タクマね、結構弱かったと思うんですね。なんかワンチャン3-0もあったんじゃないかな、みたいな、まあ、デッキだったんだけど、まあ、やはりそこはドミンゲス強かったんですね。まあ、ドミンゲス戦もね、かなりそのミラクルな展開で負けた、ミラクルな、そのすごい展開で負けたんですよね。もうこっちが、もう詰めろの段階ですね。もう相当盤面で勝っていて、まあ、このカードもあって、ドミンゲスがその時ね、4マナかなしかなかったんだけど、3アクション取らないと負けるっていう状態ですね。まあ、アクション何でもいいですね。もう1点除去とか1日出すとかでもいいから、とりあえずまあ3体止めることができないと、負けだけど、4マナ4人のお鹿がね2体いるんで、そのターン耐えたらドミンゲスはもうほぼ 100% 勝つっていう、そんな状態でターンを渡して、2マナのね、でドミンゲスは赤緑だったんですけど、メガコイみたいなやつですね、4枚削って土地かクリーチャーを全部加えるっていう、あのカードをクリーチャーでプレイしたら、ランドかなでプレイしたら、まずそこであれが溶岩、山をサクリファイスすると打てる1マナ1点のあれですね、溶岩の矢、あれが起こって、あ、1アクションだみたいな、で、あ、土地かって言ったね。で、土地を、まあ、止ま、まあ、彼、スクリューしたんですけど、ランドを拾って、土地を置いて、1マナ残して、あ、ラバダートさん、ありがとうございます。2マナで、なんか2-2かなんかプレイしたんですよね。あれか、氷結の2-2ですね。土地、あ、クリーチャープレイするとパンプするやつ。あれプレイされて、ゴーって言われたんですよね。で、その瞬間、相手の墓地を確認したら、ラバダートと他5枚って、あ、4枚か。ってあって、これ1マナ6マナ5点の探査、まあ、1マナ5点ですね、持ってたら負けだなぁつってでもケアできんし、もうフルパンするか、フルパンつってやったらブロックって言われて、じゃあ全部やるぜってやったら、まずラバダートって言われて、はい、す5枚追放5点って言われて、あー全部綺麗にはまったつって負けたんですよね。それがね、本当にそれが2マナ5枚掘るやつが1枚でも多くハンドに加えてたらそれができなかったしっていう、そのラバダータが落ちなくても多分勝ってたんで、いやかなりその細い筋を、まあでも多分それが最善のプレイだと思うんで、そこでそれ打つのがすごいんですけど、ただね、もしでもすげえなみたいな、ドミンゲスってすごいんだな。でドミンゲスがタクア3-0して、僕とレビーが2-1してましたね確かに、ね、決勝がレビーじゃなかったかな、ドミンゲスレビーは決勝でドミンゲス勝って、俺が次の人なんか勝って2-1ですね。このヒベロさんかな、日本人の唯一のヒベロさんに勝って2-1だった気がする、ね、そんな、はい、ドラフトで、ドラフトが8-2の構築、あ、ドラフト5-1の構築、4-6で7敗でしたね。ね、結構ドラフト5-1っていうとね、まあトップ8もねワンチャンあるみたいな目なんで、ちょっと残念でしたね。まあ構築7-3とかすると4敗ですからね、まあ6-4ぐらいでも5敗なんで、かなりその上のラインが狙える成績だったんですけど、ちょっと振るわず残念でしたね、はい。まあそんな感じで、まあねプロツアーが終わって、まあこれ観光をねあちこち行ったんですよね。これ村井隆里さん、あと黒田さんとも一緒にいましたね。あの辺と観光に行って、で、なんか、このね、あれ、神々の、神なき祭典っぽいなーってちょっと思いながら見てましたね。これ、はい。で、まあ、観光して、で、これ、あれ、パエリア食いました、パエリア。これ、カルレオホープスの斉藤慎也さんっていう方がいらっしゃるんですけど、彼がね、確か昔、単身赴任かなんかかな、仕事で しばらくスペインに住んだらしいんですよね。っていうところで、なんかスペインのおすすめのお店をいくつか教えてもらって、ここはね、パエリアでもかなりいいって言われたんで、ここにちょっと来て食べたんですよね。そう、仕事でシェンっぽいでしょって。なんならもしかしたらあそこが、ね、なんか元というかね、モチーフなのかもしれないですよね。でね、まあ、これはなんか食った肉です。ここ
なんか謎のビーチなんですけど、ビーチに行こうって急に言われて、井川さん、井川さんがビーチ行こうって言って、え、ビーチですか、まあまあいいっすけど、ビーチにタクシーで15分ぐらいかけて行ったんですよね。結構ね、あの海が近くて、市街地からほんの15分ぐらいで、まあ、ビーチだったんですけど、ビーチに行ったらいきなりもう、ね、靴脱いでうわーって海走ってってザバザバザバーって遊んでたんですよね。井川さんと村井隆二さんが2人で波打ち際でキャッキャして、僕と倉田さんがなんか上の方でなんかやってますね、暑いっすねっ見てる図ですね。これはかなり面白かったですねそんな感じで、はい、楽しかったなっていう。あ、ここね、あ、これあれですよ、あのベルギーワッフルス、ベルギー、ここ本来はスペインに行くはずだったんですけど、ベルギーにも行ったんですよねオランダとベルギーにも僕行ったんで、これベルギーで食べたワッフルで、これはオランダの、まあ、あれで、あとオランダのね、ワッフルも食いましたね。これオランダのワッフルで、これはスペインのアイスこれなんか有名な店らしいですね。これジェラートかな、確かジェラートの有名な店らしくて、スペインね、これグエン公園っていう、まあ、有名な観光地のそばにあった店舗でね、結構並んで食べたアイスです。これも美味しゅうございました。いや、はね、やっぱ観光っていいなって思いましたね。今回スペインだったんで、かなり観光する場所があって、まあ堪能したんですけど、まあ、僕次回参加するプロツアー、厳密にはミシックチャンピオンシップかな、最後のテーブルトップ最後のミシックチャンピオンシップですね。その次はね、プレイヤーツアーに変わるんですけど、ではリッチモンド、アメリカバージニア州かなのリッチモンドで行われるんですけども、まあ、ドイナガっていう噂なんですよね、まあ、観光する場所は何もないっていう噂。日本で言うと埼玉県っていうなんか表現はされたんですよね。お、いえ、バルセロナはグレートそう、バルセロナはね、素晴らしいですね、グッドです ね、 だからね、埼玉県に相当するらしい、リッチモンドに行ってくるので、ちょっと今回ね、観光的にはそうだなっていう感じですね、はい、あ、そうなんですよ、ミシックチャンピオンシップ、プロツアー、ミシックチャンピオンシッププレイヤーツアーですいう感じで、まあ、楽しかったなっていうのがこれですね。で、まあプロツアーの話はこんぐらいで終わりです。はい。で、次はね、あ、消しちゃったか。チャンピオンシップじゃない。エターナルウィークエンドの話ですね。エターナルウィークエンド。永遠の週末？なんだそれってなんかね、話題になったらしい。レージがあって、あ、このね、谷川風太選手、僕の大学の後輩なんですよね。なんか気づいたらヴィンテージやっててめっちゃびっくりしたっていう2個下かな、26なのかな、確か多分1個下かな、2個下だった気もするけど、まあそんな感じのね。で、レガシー選手権トップ8にね、これ、まあ、デプスだらけですね。あと、ホガーフとデプス、プリズン、ペインターみたいな感じの、まあ、あれですね。はい、まあ、こんな、大会があったんですけど、ヴィンテージ、レガシー、あと、オールドスクールもやってね、やってて、本当にそのエターナルの祭典みたいなイベントですね。エターナルウィークエンド、レガシー選手権が参加者600人超えなんですね、確か。何人いたっけ、640人ぐらい書いてないかな、全参加者メタゲームブレイクダウン、そんなあるんだ、すご、全参加者メタゲームブレイクダウン665人、あ、参加者643人か、665人で22人参加してないですね、はいはい、あ、すごい、トップが 8.2% 散ってるな、ほんとすごいな、この散り方。でもこんだけ散ってる中でデプストップ4、4人はすごいですね。で、ダークデプス型、
ダークデプス非捕獲型が 3.7% で、ダークデプス捕獲型が合わせて全部 6% なんですね。1位に全然届かないんだ。へえ。ちなみに僕が使ったリアには12名いたらしいですね。結構いるな。1.9% か。意外と5人ぐらいかと思ったけどいるんですね。これね、僕は昔あの BM で記事書いたんですけど、はるか昔ですけどね。まあまあ残ってるかな。記事レガシー。めっちゃ昔なんだよな。そうだ、これもういつだろう。8までいかない。あ、こういうのも変わる人があるから、ね、全然わかんないな。あ、昔ね、記事書いたのもあって、結構ねこのデッキには思い入れがあって使ってたんですけど、一応ねそれだけじゃなくていくつかまあプラスの理由もあったんですよね。まあ、ホガークみたいなデッキ、まあ、強いんじゃないかなと思ってて、まあ、そこに強いんですよね。このデッキ早いんで、基本的にホガーク、あ、デプスデッキにはね、若干有利がつくっていうデッキなんですね。あとはね、フォーカラーデルバー、レント6番が流行ってるんですけど、今あのカードを使ったデッキって多色で、まあ、めちゃめちゃこう、まあ、重めみたいな感じなんですよ。重めじゃないんだけど、まあ、そのクロックがねちょっと減ってて、昔のデルバーよりもね若干遅くなってるんですよね。まあ、それはハメができるしリソースがすごいってデッキなんだけど、あれにもね多分いいんじゃないかなみたいなところで、このレガシーでは赤黒タッチ緑リアニメートをね使いました。ちなみに負けは、勝ちはね、デルバーに勝って、赤タンスニークに勝って、あれだね、ロームじゃねえや、土地タンに勝って、魔の都デッキ、アルーレンか。アルーレンに勝ったんですね。で、負けがね、赤タンプリズンに、ダークデプスに、ユリって言ったけどね。あと、あんなっけ。デプスと、あともう一個負けたのが、なんか青系だった気がするんだけどな。まあなんか負けましたっていう感じでね。はい、デプスとかもね、まあ、有利なんだけどね、負けるときは負けちゃいますよね。メインモードは結構惜しくてね、メインモード、まあ、一応、投射をケアして、投射ねえや、輪作をケアして、まあ、まず1枚墓地に置くことして釣りたいで、じゃあすって、あ、おはようございます。あ、そうですね、これですね、はい、これ書いたのもあってですね、で、まあその次でいろいろケアして、あの墓地に1枚だけ落として、でリアニメイトしたい、じゃあスタックでピュッて、あの墓地からの間を使わせて、でもう一回落として、じゃあもうあとは勝ちだな、釣ったら勝ちだなと思ったら、もう12枚入ってるね、この釣り竿を生涯引かせ負けっていう、まあ、よくあるやつするんですけどね、ちょっと悲しかったやつですね。はい、まあそう、これ結構ね、ちゃんと結構真面目に書いてる記事なんですよね。でこれも今でもほとんど変わってないんで、まあ、うん、いいかなって。難しいな、この辺も。今書いたらダークデプスとか見ますからね。ダークデプス、赤タンプリズン、フォーカラーデルバーか。あ、そんな今回してないからもう分かんないけど。あ、デプス書いてあるわ。まあそんな感じで。結構ね、これ今でもまあでも通じるものは多いんで、ね、もしあのリアニメイトをね、また使ってみたいみたいにいたらね、ぜひ、ぜひ、はい。まあマジで全然変わってないから、ね、なんかあの、基本セット2020に入った、なんとかの工作員7723のパクリやつですね。あれとかワンチャン使えたりしないかなとか思ったんですけど、まあ、全然そんなことなかったんで、はい、あ、レギサイズありますね。あのカードもね重いんですよね。やっぱあと墓地帯を使うデッキに対してそれ以外で勝つって非常に難しくて、まあ、結局レガシーって
この母子手扱いデッキに2種類あるんですよね。一つが赤と、力戦扱いデッキと、まあ、その高級的な母子手扱いデッキ2種類あって、一つが、まあ、そのコンボ系、でもあまりプリズンですよね。プリズンと、あとはまあ色が出ないエルドラージの2種類しかなくて、で、あとはあの墓掘りの檻、これは結構広く使われてしまうんですけども、これはまあどうしようもないですね。でも予想ができないん で、あとは、ミラクルのリップ、ミラクルとあとあれか、白弾デスアノタックスかな、デスアノタックスの、レストインピースですね。まあ、あと一応何度かなソウルなんですけど、でこのうちミラクルに対しては当然76じゃ勝たない状況が入ってるためで、赤弾プリズンだけにはまあまあ効くけど、まあそのハザレットとかラベルマスターとかのチャンプとかされちゃったりもするんで、まあ勝てることは多くない、たまに勝つで、エルドラージ勝てないっていう感じで、しかもこのカードがそんなに毎回そのてかまあ1ターン目に出ることは結構難しくて、まあ、大体2ターン目だとなるんですよね。まあダークリチャルのルートしか存在しないんで、そういう反動を喜んでキープするかというと、まあするんですけど、1ターン目に出ないとほぼ勝たないんですよね。それが結構難しくて、まあ一応でそのラッツよりかは全然強いんですけど、マナカツクを引かない限りはほぼやっぱ出ないっていうのもあって、ちょっとね、まあ、難しいカードですね。結構やっぱランド1枚ペタル1枚とかで反応もよく来て、そこから文字にしちゃうともうこれちょっとダメなんで、かなり難しいですね。ギャンビットはそうですね、はい、抜けちゃいました。なぜかというとあのカードはね、アントみたいな非クリーチャーコンボデッキ、非クリーチャー型コンボデッキには、まあ、滅法強いんですけど、そういうデッキにはそもそもデッキが強くてあんまりいらないなってなったんですよね。やっぱりね、ダークデプスとかもなんだかんだクリーチャー入ってるんで、ボブとか、ニーシとかね入ってるんで、本当にその、まあ、ほぼアント専用なんですよね、あのカード。マジで。まあ、強いて言えば、まあ、スニークショーなんですけど、こっちの方が軽いから一応。なんだけど、まあ、ないんですよね。ミラクルには、瞬章とかメンデリオンが入ってて、あメンタバレスタとか入ってたりするし、あんまり効かないとかで、あのカードはあんまりだなってなってしまいましたね。まあ、でも一応ワンチャンあるっちゃあるんで、やっぱ半熱で抜けることもあってね、入れることはまあ悪ではないんだけど、まあ非常に安定しないんで、まあまあいいかなっていう感じです。はい、そんな感じですね。これも少しだけ回そうかな。レガシー、あ、これまでジョインしてる途中だったな。これはあれっすね、エタナルウィークエンドを出て負けて帰ってきて泣きながらジョインしたやつですね。クソ負けてしまったーっつって、4-3してしまったー、許せねえっつって、この野郎っつって M を入って、かんで勝てるじゃねえかって、3-0じゃねえかって切れて寝たってやつですね。難しいな。話ですけどね。やろうって固定はやだな。MTG 高。あ、日本人っぽい名前な。はい、やります。一旦目には釣れないけど、まあ、なんか引いたら出るしね。これ一応ルーティングからですね。さすがにこのハンドだったらまあルーティングからでいいですね。バトラー、一応ペタル引いたらいけるしね。あ、引いた。じゃあグリセルランドリーか別に、ね、これはグリセルランドでアンマスカーで、アンマスクでグリセルを抜いて、あっあっつって、じゃあリリアナとかでいいかな。ストリックス結構強いんですけどね。よいしょ。あ、勝った。
いや、まだ投了早いですけど、これ結構ね、これ負けるんですよね。どう負けるかっていうと、これで釣るじゃないですか、7番引くじゃないですか、パスするじゃないですか、鳥が来て、鳥をね、超えれないんですよ、このデッキ。このカード。このカードを超えられないんですよね。だから、そこで有効な7枚、まあ、これが一応あるんで、2万7の釣り竿を引ければ突破できるんですけど、まあ、それでね、まあ、これを出せないと、止まって負けます、このデッキは。実はね、結構負けちゃうんですよね、このデッキね。エリシノンだからね、エリシノン入れるんですよね、これね。全抜きしても意外あるけど、全抜き入れすぎかな。まあ一応あれだ、グレープタイタン入ってるつもり上で、一枚打った方がいいか。乗り手はね、2つメリットがあって、まず1つがこれで切れることなんですよね。え、5点相手？そんなことある？だったらこれ4枚残したけど、つって。ハンド、やってもいいか、このハンドだったらやってもいいな。で、あとね、まあ正直どっちでもいい感はあるんですけど、一応ボウ君の方が、こっちの方がね、利確できるんで、え？力戦マンか。じゃあ無理だな。これはサイドボードを考えますね、つって。いや、負けだけど、つって。いや、関係なく負けだけど、つって。戦はいらんだろう。お前、有利だぞ、そもそもこのデッキに。やりすぎだぞ、お前。グリコンは有利だぞ、このデッキに。知らんのか、つって。しかし、あ、ランドをよく引くのは言うこと。ワンチャンタイタンのスラッシュがある。まだルート不良戦争なんですンドこれ全部引きそうっすね。これね、ランド全部引くと6枚あるんですよね。ブレインストーム、強い。してる以上、多分あれだよな。おそらく、戦取ってる以上は、サージカルとかそういうのは入ってないから。スに釣れる。ああ、これならまあやらざるを得ないな。
ち引くでしょうっつって、まあ、何もなかったらね一瞬で勝つしね、半列半列半列つってつってで、まあ、相手がいっぱいマリガンしてくれることを信じて一枚になったけど、ハンドっつって、じゃあゆっくりゆっくり引くまで待とう。ハンド引いた。プレイオーデイ。これは一応ウェーブかどうかで決めるか。ウェーブではない。上下。あ、引いた。ジェイス。いやー、まあねすごいマリガンされたなーっつって、まあね、ロンドンマリガンだから絶対肉戦は引けるけどねっつってで、まあ、まあ、鳥マリぐらいだったらね全然勝ちますけどね、肉戦だったら。6マリガンマリガン6回はやばいでしょうっつって。でもまあ5回マリガンでランド1枚残しちゃったら結構はいけそうですけどね。まあ、その考えたらもありなのかもしれないね。まああとその、ね、どうせフィル1枚じゃ勝たないからとかそういうあれかもしれない。結構フィル1枚で勝つけどね。まあ多分相手の人はよくこのマッチアップ感を分かってなかったんじゃないかなって気がする。ここでその、本当に袋を出されてリアナでよく負けるんですよね。普通に負けるんですよ。もちろんフィル1回ぐらいは要求されるんですけど、まあ、1回見るどっかでできて初速をちょっと弾けてみたいな感じであったら全然勝てるんで、まあ力戦例えば3枚だとして2枚だとして2枚としてウィル4枚あったら相当キープできるんですよね。まあウィルあって袋終わったらもう OK グッドハンドみたいな感じなんで、基本は先手がいいはずなんですけどね。力戦があったとしても、まあ力戦4枚であっても別に後手である必要もないんで、別にその後手のワンドローは戦略に行けないんですけどね。むしろルーティングぐらい探しに行く時間を上げる方が不利になっちゃう気がするので、はい、はい、やりますはい、よろしくお願いしますあー、これは引いてしまった。申し訳ない、グリセルが出てしまうグリセルブランドが出てしまう。バックアップからこいつバックアップからグリセルが出てしまう。どうもありがとうございました。いい試合でした。グッドゲーム。じゃあまあまあこのままでいいかな。ちょっとトロフィーだけ入れるか。トロフィーだけ、トロフィーだけ入れて、まあ、これだからこれぐらいですね。はい、いやこれがあるからマジでここで決めらんないんですよね。やっぱこれなんだよな、このゲーム。マジック・ザ・ギャザリング、これこそがマジック・ザ・ギャザリングやります。出るわ。はい、
僕もね、正直サイドボードわかんないんで、人にしてますね。サージカールエクスなんちゃらかんちゃら、多分ウィルト暗号、はい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 、 OK。 それだったらここで使っちゃおうかな。はい、エントゥイエース。ここでウィルを切らせることにより、次のターン相手のドロー次第ではもう一回落とせるぞい。グリセー、これはドローでもなくカウンターでもないカードを引いてしまって見せるかどうか悩んでいる。ま、打てないカウンターじゃない、ウィルじゃないこれ、ウィルじゃないこれ、多分ウィル引いて、あ、違うか、だったら見せてもらおうかな。それはさすがに見せるよ。サージカル引いたかこれ、そういう話もしかして、そっち側か。やだな、それは赤黒も、いや、これはまあこれだけでいいか。相手アップキープにするか。むずいなこれ。キープに打とう。はい、ウィルでウィルがめくれた。エントゥグリセルを落とします。はい、これサージルだったらいいな。ちゃう。赤黒持ってくしかない。これはもうエクスヒュームお願いします。あ、え、出るの出たなんか謎に勝ってしまった。勝てると気持ちいいですね、これはね。じゃあ今日はなんか4150ということで、まあこれ20しかしてないけどね。いやー、こういうのをね、やっぱ本番でしたかったですよねつってまあウィークエンドはね、まあそういう感じで4-3でしたよ。まあ結構やっぱデッキはね、まあなんだかんだ強いとは思うんですよね。なかなか勝ってないけど、まあ、誰も勝ってないから、まあ本当にまあデッキが強いのかちょっと分かんないけどね。僕は強いと信じているが、むくか、ちょっと10個ぐらいむくか使われたねって。あ、このカード結構いいっすよね。もう瞬速つくマイヤーなんですけど、これミラディンの傷跡、ミラディン包囲戦かなにあったカードで、全部の茶色のカードがフラッシュを持つっていう。マイヤの、なんだっけ、なんちゃらしゃ、ちょっと若干好きなカードですね。なんこれ、マンデート・オブ・ザ・ピース。キャスト・ディス・オンリー・デュアリング・あー、あれか、あれ、新しいコマンダー、え、これ、今回のコマンダーのカードだね、これって。え、そうだよね、これ。え、もう入ってるんだ。これ、今回のコマンダーじゃない、これ。You opponent can't cast spell this turn. End of the combat. あ、いや、違うか、これ。コンバット、あ、そうだよね、そうだよね。コンバットフェーズが終わって、このターン自分プレイできないんだよね。コマンダーのカードだよな。あ、そうなんですね。はいはいはい、ありがとうございます。あんまりとかならそうだけどな、コマンダーのカード。でも、使われなさそうですね。あ、雄弁か。懐かしいチャンドラ。いや、これも強かったな、でもこいつも結構ね。いや、あんま強くなかったか。失礼、嘘言ったな。アイドル・オブ・ゾ・オベ・オブ・リビジョン。2問でタップへドローして、ユーア・クリエイトはトークン作ったターンに引ける。
これもコマンダーっぽいな、めちゃめちゃ。サキリファイスこれをクリエイトは重々殺さず、エルドラーシトークン、へえ。オブリビオン、オブリビオン、忘却の偶像、忘却の、へえ。めっちゃコマンダーカードだな、絶対これコマンダー2019のカードやろ。バントゥー、バントゥー神、このままでは大敗北してしまう。負けか、これは。あと2、あと2、2個、2個だけ。あ、アバターウィンターオーブ安いか、さすがにウィンターオーブ安そうだな。いや、一応調べてみるか。 MTG ゴールドフィッシュ、これはワンチャン、一応レアだもんね、これ。ワンチャンない？ウィンターオーブ頼む。いやー、結構出てる。めちゃめちゃ再録しそう。一チケ安い。はい、す、お、赤力士やった。これは、あー、これもコマンダーカードっぽいね。はい、はい、渡した。じゃあ、とりあえずこんぐらいにして、どうしようかな、今日の放送終わるか、あ、あれやってもいいな、ちょっとアリーナ最近やっぱ、その、まあ、MO はね、やっぱ最近あんまりやってないんですよね。やはりこう、今のトレンドは MTG アリーナなんですけど、アリーナしてつけちゃうんですけど、ドロップとか楽しいっすよね。ちょうどね、ウィークエンドとか、まあ、プロツアーとかが終わって、これからはね、まあ、僕はもう日本選手権、いつあるんだ、3週間後かな、確か、9月の頭だった気がするんですけど、に日本選手権があるんで、そこに向けてね、一応スタンダードとか、ぼちぼちやろうかなっていう感じですね。ちなみに今話題のフォーカラー喫茶はまだやってないです。はい、まあ、これだけですね、泡神ザードだけちょっと触ったんですけど、まあ、ケシスも触りたいなとは思ってますね。ただまあ、ケシス結構メタられそうなんですよね。そこがネック。はあ、ここちょっと気になる懸念点で。まあ、でもケシス自体はデッキかなり強そうなんで、まあ、その、まあ、手で触ろうとは思ってますね、絶対に。あのデッキは絶対に使ってみたい。まあ、現状ね、これも結構楽しかったんで、一回回そうかな、これ。これも回してもいいかなと思ってるし、ドラフトも結構やってるんですよ。マッチラン。なお、昨日終わった MCQ は、ね、僕出れませんでした。権利がなく。4月、5月、6月が、まあ、権利をね、集計期間だったんですけど、いや、5、6、7かな。で、僕ね、まあ、後でええやろ、面倒いから後でいいやろ、つって、5月触んなかったら、6月からはさすがにプロツアーの前になって、触る時間なくなってしまって終わりました。一応ね、プロツアー終わってから、2日間ぐらいあったんだけど、普通に仕事とかやってたら、ね、全然できなかった。これは一応職構え、どっちだろうな、オプトの方がいいかな、オプト構えか、一応。まあ、欲しいものもあんまり決まってないから、ショックの方がいいかもしれないな、これ。今打つ必要ないもんな。まあ、ランドは確実に欲しい。ああ、はい、ほら、ラメッタ、ラメッタ。これも、もうね、やらかしましたね。しかもオプト打ってねえし。ショックのあまりオプト押し忘れた。やばい。これ、ブラタンストンピーか。まあ、ランドは引きましょう。まあ、ミノタンだと、まあね、まあ、ランプかもしれないけど、まあ、エイデリズは知らないんです、この時は。でもね、ショック、赤マナ入ってれば、あれだったな。赤マナから行ってれば、占い師と一緒に殴れて結構強かったな。あ、アームドっすね。なんか、じゃあ。一応、ニッサは消せるのか。まあ、悪くない。占い師出して、
今打つ必要ないですね。ちょっと次のターンにまとめていった方が価値は高そう。と、ニッサは消せるしね。まあ、X4 のハイドロイドはきついけど、茨の騎兵、はあ、はあはあはあ、到達っての能力強いな。ここはまずいぞ。いや、これは引いたから、これでもう5か。まあ、サイズを一気にグワーッと上げていきたいですね。これはまだ一応、あ、いや、これもうニッサもケアできちゃうのか、やばいな。じゃあ打つべきだったな。出たー、デカハイドロイド。あ、よしよし、殴ってきた。これはワンチャンあるんじゃない、殴ってきたら。このターンで勝ったりしない？まあまあ勝てそうな気するけど。まずオプトでランドを引く。まあこれマストね。よし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 。そしたらこれ勝ってんちゃう？で、全部本体で勝たないこれ。これで本体打って勝ってますね。はい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 。つって。騎兵も勝ってるわ、これ。エイデリーズ、強いんですよね。ただ、きつそうだな。さすがに相性悪そうだな。ピアス。ピアスではどんぐらい引けなきゃな。夏の終わりとか、いや、ないか。夏の終わりはないか。電オーラはそんなに効かない。溶岩からの微妙なし、まあこれぐらいかな。これをちょっと取るぐらい。まあ、ライトニング、まあ、これがあんま強くないか。4点は倒せるものがそんなに変わらなくて、打てないこと。あ、一応のアクション欲しいな。まあ、いや、丸焼きも見ようか。騎兵とマラディ倒せないから、まあ、あんなのは変えないまであるのか。まあ、ピアスが弱いかどうかだけで、まあ、テフェリーに当てれるわけでもないって考えると、まあ、ここを抜いちゃって、丸焼きにした方がいいかな。丸焼きと、まあ、ネゲートでもいいけどね、これは。難しいな。ネゲートにしちゃうか。一応、ニッサを確実に消したいみたいなのもなくはない。まあ、ピアスでもいいけどな。難しいね。まあ、やりましょう。ちょっと、回転触れない気になるけど。これは、まあ、こいつからかな。稲妻の荒らしとくから。はい、プットでランドを引きました。走れ、走れ、親族。飛行ばっかってのがいいっすよね、このデッキね。はい、ドルイドで。え、間違えた！うわー、ランドだと思ってた、これ。間違えたー。やべえ間違えたー。エイデリス出そうと思ったのに。おいおい、クリックミス。これだから、アリーナは。もう、エモーだったら、まあ、エモーもあるな、これは。なぜ占い師が場にいるんだ。おかしいだろ。まあ、一応、ハイドロイドはこれで倒せるけどね。きちいきつい、それは。リハイドラ、あ、でもこれはなんかじゃあ結果、え、8級できる。
か結構次のターンだいぶいい感じになりそうだけど、これハイドルートが X5 を超えなくなったから X3 しかない。お、あれも処せる。わわわわ、夏の帳も効かないので、はい、え、しかも殴ってくるということはこれが殴れてしまう。まず丸焼きを打ちます。帰ってきます。で、まあさすがにこっちの方がいいか。ランドは置いて打つか。すす、あ、弱い。じゃあ6点だけか。いや、これでもハイドロイド来ると結構負ける。原因量が騎兵だと勝ってそう。6点入るはず。は勝ってそうですね。まあね、なんか1マナ2マナあるから2マナエンチャ貼られると負けるけど、なさそうでしょう。ないでしょう。ハイドラケアしたんですねいや、うめえな俺つってやはりハイドラケアだなつって、さすがにうますぎるなそれやってたら。どうでした。やったー、シルバー3だぜつっていや、ちょっと構築マジやってなくてまだシルバーレベルなんです。はい、すいませんつって、ドラフトの方はもうちょい飯食くなれるんですよねつって。こっちはね、今こんなデッキを組み上げてほぼ白タンですね。まあランクがプロフィールダイヤモンドの3、構築シルバー3です、ね。まあ今日はまああんまりやる手じゃなかったんでこのぐらいにしとこうかな。まあ、来週以降もまたずっと同じ時間に放送していくと思いますんで、ぜひぜひですね。で、来週からは何するか正直、まあ、あんまり決めてないんですけど、一応、まあ、いわゆるスタンダードをするか、MO で、まあ、モダンするか、まあ、どっちかかなとは思ってますね。ドラフトしてもいいなとは思うんですけど、そんな感じで考えております。ようやくね、まあ、プロツアーとか、その辺の忙しいのが全部終わって、だいぶ余裕ができたので、結構これからは、まあ、あんまり休みなくできると思いますんで、ぜひぜひ、ご視聴いただけると嬉しいです。今のは実際、まあ、そのぐらいで勝った感はありますね。ミスった結果なんか勝ったぞ、つって。ハイドラが実質、まあ、あれ相手格闘したらよかったと思いますけどね。まあ、クロックにそんなに価値ないから、あれで除去って、騎兵の方が多分勝ってると思うんですけど、まあ、こんな感じで、はい、今日はこの辺で終わりにしようと思います。また、はい、よろしくお願いいたします。あ、そう言っていただけると嬉しいです。ありがとうございます。マジでもうちょっとなんかね、配信頻度を上げれるように努力はいたしますので、ぜひ、付き合いいただけると助かります。という感じで、では、この辺で失礼いたします。どうもどうもお疲れ様でした。おやすみなさい。失礼いたします。